こんにちは、葉月ヘチマです。今回は福岡県福岡市にあるのこの島へ行ってきたので、のこの島へ行ったことのない方に向けて良かったところとかお伝えしたいなって思ってたんですけど、もうなんかすっかり季節外れですよね。いやでも、のこの島のメインエリアアイランドパークは四季折々の草花を鑑賞できる公園なので、行こうって思い立った時がベストシーズンだと思って、ぜひのこの島アイランドパーク訪れてみてください。のこの島はいわゆる映えスポットみたいなところがたくさんあるんですよね。まあ、私写真が下手すぎて、自撮りみたいなやつは犯罪者みたいなのしか撮れなかったんですけど、自然を堪能できるアイランドパーク自体めちゃくちゃ楽しいスポットということで、アイランドパーク入園料大人1200円、営業時間は9時から17時30分、冬季以外の日曜日のみ18時30分まで開園してますので訪れてみてください。で、さらにですね、のこの島を訪れたらアイランドパーク自体も楽しいんですけど、アイランドパーク内にあるヴィラ咲森っていうコテージにぜひ宿泊していただきたい。とにかく広くて綺麗で最高のコテージでした。まず咲森っていう名前がいいですよね。私開口図っていうコテージに宿泊したんですけど、目の前に咲森ののろし台とか万葉集に載ってる歌が読まれた場所とかがあって、奈良平安時代の人の気持ちになって海を眺めながら滞在できるっていうのが最高でした。まあコテージの中はモダンでめちゃくちゃ豪華なんですけどね、露天ジャグジーとかあってライトとかつけられて、なんかいいのこれっていう、なんて言うんですかね、なんかちょっといけない大人の遊びしてるみたいな、そういうテンションの上がり方しちゃいました。ぜひのこの島行く際は宿泊してみてください。で、咲森といえばのこの島にはもう一箇所万葉歌碑がありまして、焼き小用跡っていうところのすぐ近くにあります。ちなみにこの焼き小用っていうのも思ったより大きくて見応えあって、あの江戸時代の人たちがここでのこ焼きを作ってたって、そういうことも考えると面白いスポットなんですけど、今回ご紹介したいのは万葉歌碑の方で、こちら県白木市の一行が読んだとされる歌に関する万葉歌碑で、なんかこの歌碑見てると、あ、自分ずいぶん遠くに来たなっていう旅してる感みたいな、そういうものが味わえて良かったです。歴史関係で言えばもう一箇所ですね、白髭神社っていうところにも行ってきました。白髭という名前がつく神社、全国にいくつかあるんですけど、だいたい老人が登場する逸話みたいなのがあって、ここも白髭の老人が守り人になったから白髭神社で、さらにここに住吉の神様がいて、住吉の神様がこの島に残ったから、ここはのこの島っていう名前になってっていう、そういう逸話があって、のこの島の起源みたいなものが感じられるっていうのが面白いスポットだなって思いました。こんな感じで私史跡関連をめちゃくちゃ楽しんだんですけど、やっぱり旅行で大事なのって食べ物っていう人も多いんじゃないでしょうか。のこの島はとにかくフルーツが美味しかったです。スモモとか甘夏のジュースも飲んだんですけど、どれもジューシーで美味しくて、こんなに都心から近いのに南国気分こんな味わっちゃっていいんですかみたいな、そういう衝撃がありました。まあでも今こうやってで紹介させていただいたのも夏のフルーツですし、夏過ぎちゃうと海で泳げないし、しばらく行く用事ないかな、のこの島行かないかなって思ってたんですけど、のこの島は今喧騒を離れて穏やかでゆっくりと時間が流れるチルな場所っていうことで、実はめちゃくちゃ盛り上がってるスポットでして、今年2022年10月28日の金曜日、のこの島アイランドパークとのこの島キャンプ村でワーケーションフェスというイベントが開催されるということで、私もこのワーケーションフェスに遊びに行こうと思ってます。いろいろな企画があるみたいなんで、詳しくはサイトをチェックしてみてほしいんですけど、私は今一番島民トークセッションのこの島の成り立ちを知ろうっていう企画、これがすごく気になってて絶対に参加しようと思っているので、ワーケーションフェスに行こうって考えている方は見かけたらぜひ声かけてください。のこの島へのアクセスは博多駅からバスで45分ほど、のこ渡船場からフェリーで10分ほどの場所です。めちゃくちゃアクセスがいい福岡市からフェリーで10分という距離なので、10月28日のワーケーションフェスよろしくお願いします。というわけで今回のこの島を紹介させていただきました。この動画を楽しんでいただけた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。葉月ヘチマでした。バイバイ。